にちは。今日はですね、 LED ライトを紹介したいと思います。まあ、少し前にこのぐらいのパネル型の LED ライトを紹介したんですけど、今回のはねすごいです。これです。ゴドックス SL60W というライトで、まあ、このゴドックスというライトを販売している、まあ、販売店の方に提供していただきました。まあ、これ系のライトで、まあ、海外の、まあ、映像がね綺麗な映像を追求している系の、 あのクリエイターの方がほぼみんな使っているアパチュア 120D マーク2っていうライトがあるんですけど、最近はね日本の YouTuber の方も結構使ってるのを見かけるんですけど、なんせ高いんです。今日見たら10万6000円ぐらいしてました。でさらにソフトボックスって言って、まあ、光を和らげるものがいるんですけど、それがライトドームという名前で3万3000円で売られてます。合わせて13万6000円か7000円です。まあ、最初いきなりそんなライト買えないよって思われると思うんです。私ももちろん買えません。まあ、ライティングにね10万円ってちょっとそんなお金があったら、まあレンズ買おうかなとか思うと思うんですけど、まあ、これはねそういう方にも買える値段です。なんと1万6000円です。なのに性能はかなり高いです。 120D Mark II にもちろん、まあ、いろんな面で負けてはいるんですけど、かなりそれに近い性能を得られる評価が高いライトです。ということで今日はねこのライトを紹介したいと思います。まずこのライトの明るさなんですけど、まあ、名前の通り 60W で消費電力は 60W になってます。で4100ルックスだったかな、 1m のところで4100ルックスの明るさらしいです。まあその明るさ聞いてもよくわかんないですけど、むちゃくちゃ明るいです。で一応こういうあのここがね LED 電球の一番要の部分なんですけど、一応こういう保護カバーとか、あと標準でこういうリフレクターもねついてきます。そして色温度は5600K固定です。でこの名前がまあ 60W で 60W っていうこともあるんですけど、色温度がまあ日中 の、 あの白色なのでホワイトの W という意味も兼ねているようです。で色の質というか、あの炎色性っていうんでしたっけ、色の正確さなんかを表す CRI っていう値も93以上、あのマニュアルには95って書いてあるんですけど、 Amazon の販売ページには93っていうふうに書かれていて、まあ、十分綺麗なというか、あの正しい色で表現されるライトだと思います。で重さがですね 1.6kg で、今はあのこれ Amazon ベーシックのライトスタンドなんですけど、まあ、これしかないんで一応これにつけてるんですけど、まあ、ライト単体であれば全然問題ないんですけど、これに、まあ、後から紹介するソフトボックスをつけちゃうと、もうね、バランスが悪くて倒れそうになるし、この棒自体もね、しなっちゃってね、もう折れそうになってくるので、今ステンレスのスタンドを注文しています。なので、まあ、ちょっとしっかりした足でないと危ないかもしれないです。で、まあ、外観的にはですね、まあ、ここにこういうレバーがあって、角度調整。まあこうカチカチって止まるようになってるので、自分の好きな角度でこうキュッと締めればしっかりと固定されます。このライトはまあコンセント専用になってます。アプチャーの 120D はバッテリーとコンセントと両方使えるようなんですけど、まあ、このモデルに関してはコンセント専用です。でここにスイッチがあります。でこれがダイヤル、明るさとか、まあ、いろんな調整するダイヤル でここが液晶表示になっています。でこの下に表示されているのは温度計です。今30度ってことでしょうかね。あとはですね、ここにボタンがあるんですけど、これでチャンネルを切り替えることができるようになってます。まあ、このライトにチャンネルを割り振ることができて、それをあのこの付属のリモコンでコントロールするときに、こっちでそのチャンネルを選んでおいて操作するので、まあ複数ライトを使うようなときに個別に調整することができるようになってます。でこれがついでに言うとあのリモコンなんですけど、リモコンでオンオフができます。まあ、明るさもこれでね変えることができるんですけど、ライトの方で、例えば 10% になってるんですけど、本体の方でね、それをリモコンでコントロールすると、今度はリモコンの値が今26なんですけど、こっちの値に強制的に変わります。なんていうのかな、リモコンが優先される感じです。だからリモコンを使うならいつもリモコンを使う同じ明るさで、オンオフしても明るさは変わることはないです。で今ねちょっとファンが回ってる音がするんですけど、聞こえるでしょうか。このこのヒートシンクの後ろのあたりに冷却ファンがついてるんですけど、
まあ、ちょっとねファンの音がします。やっぱあのアプチャー 120D はすごい静からしいんですけど、これはまあそれに比べると多少音が出るっていうふうにね、海外の YouTube の見てても言ってますね。ただまあそんなに爆音じゃないので、まあ、結構話しておけば私はそんなに気にならないかなと思います。でまあすごい気になる方はこれ分解するとこの辺にファンが入ってるんですけど、それをまあ DIY で静かなファンに組み替えるっていう動画もいっぱい出てるので、まあ、そういうのが好きな方にはいい素材かもしれないです。あとはまあ特徴としてはどうですかね、ここに一応アンブレラホルダー、アンブレラの穴があるので、あの傘のようなこういう反射するやつをねここにつけて使うこともできます。はい、じゃあ次に一緒にあの提供していただいたソフトボックスの方をねお見せしたいと思います。これがソフトボックスになります。ラオファスという会社の、まあ、ソフトボックスで90センチのものになります。まあね、かなり大きいです。仕組みは、まあ、多分あのアプチャーのライトドームと同じだと思うんですけど、こういう傘の骨みたいなのが十何本入っていて、でそれぞれにこういうふうにロックがついています。なので、まあ、これを押していくことでこれを全部、ね、骨を畳んで小さくあの畳むことができます。それを運ぶためのキャリーバッグも一応付属していました。で組み立ては骨をこういうふうにキュッキュッと持ち上げるとですねカチャッと止まるので、止めてでベルクロ止めるだけになっています。でここは棒エンドマウントっていうのかな、棒って弓でしょうかね、よくわかんないですけど、まあ、こういうライト の, あの共通のそういうユニバーサルマウントになってるんですけど、それがこのライトの切り欠きが3つあるので、そこにちょうどね噛み合うようになっています。で前側っていうか照射側はこういうふうになってます。でこれハニカムグリッドって言って、まあ、光が拡散しないためのこういう蜂の巣状のなんていうんですかね、まあ、こういうものもついてます。でこれはまあもちろんあのマジックで外すことができるようになっていて、で中にこれディフューザー、光を柔らかくするためのものなんですけど、これがまず1枚、さらに中にもここだけ二重になっていて、からあのこれも周りをねこうパチパチって止めるだけで外すことができるんですけど、1枚だけで使う、それからこの2枚で使う、でさらに組み合わせて3枚で使う、もしくは1枚も使わないっていう、そういうまあいろんな組み合わせで使うことができるのかなと思います。まあよくできてると思います。アプチャーのライトドームが3万3000円なんですけど、これ1万6000円なので、まあ、本物見たことがないんでちょっと比較のしようがないんですけど、これもそんなに悪くないかなと私は思います。まあこんな感じで、じゃあ実際にライトにねちょっとつけてみたいと思います。結構重いです。ライトが 1.6 キロでソフトボックスも2キロぐらいあると思う。じゃあ実際にこれでじゃあ撮影するとどんな風になるのか、まあ、他の LED ライトとちょっと比較しつつあのお見せしたいと思います。まずこれが部屋のシーリングライトだけの明るさで撮っています。 ISO1600 で、で次にじゃあまず一番安いこういう LED ライトで照らしてみたいと思います。で次によくあるこういうタイプのライトで正面から照らしています。これも 5600K 一番明るい状態で撮っています。まあ、影は柔らかいんですけど、そんなに優しい感じの光ではない。あと部屋全体がかなり明るくなります。今度はですね、この前回紹介したタイプのパネル型の LED 照明で撮っています。光量はかなりあります。影がかなりはっきりきつい影が出ます。で次にこのディフューザーをつけてみます。つけるというか置いてみます。これがまあ最近私がやっている自分の映像を撮る時の
取り方なんですけど、まあ、だいぶ優しい感じの光になります。まあ、上の照明ついてないんですけど、部屋全体が非常に明るい感じです。目がツヤツヤになるね。はい、じゃあ次に今回買ったライトを使ってみたいと思います。これです。これをこういうふうに斜めな位置に置いています。じゃあこっちのライトまでつけてみます。むちゃくちゃ明るい直視できない明るさ。明るさはじゃあ 10% までちょっと落としてみます。でもまあ 10% だとプラスマイナス0 ISO160 になってるんですけど、まあ非常に影もはっきりして、この純正のリフレクターを取ってみます。取るともう部屋全体がなんか赤々と照らし出されてる感じになります。こんな感じで全体的に明るいです。でこれにラオファスのこのソフトドームソフトボックス、このソフトボックスを装着したい。こんな感じでつけたんですけど、カメラの画角に思いっきり入るのでちょっとカメラをずらしますけど、どうでしょうか。でもう少しズームして35ミリぐらいで撮れば、はい、ちょっともうちょっと上げようか。ちょっとライトの方に手を伸ばしてもらっていい？どのぐらいの距離か触れるぐらいだよね。じゃあこれでもう一回出力 14%、 ファンの音がブーンって言ってるのは聞こえるでしょうかね。ちょっと正面カメラの方見てもらっていい？これが今ハニカムグリッドなしでディフューザー2枚30になってるのかな状態です。部屋全体がまあ明るくなってますけど、まあかなり光は柔らかくて顔にできる影もすごい柔らかい感じになってます。綺麗です。じゃあもう少し本当に被写体だけを照らすような感じになるようにハニカムグリッドをつけてみます。今ハニカムグリッドをつけてみました。部屋全体に拡散しなくなったんじゃないでしょうかね。ちょっと左右頬の方が暗いので、ちっちゃいライトを1個置いたのと背景用に青い光を放つ LED ライトを置いてみました。ちょっとこれで正面向いてもらっていい？こっち向いてもらっていい？目にキャッチライトが、丸いキャッチライトが入って綺麗だね。こんな感じで非常に柔らかくてソフトな影ができていい感じの光になります。さあ今回の動画いかがだったでしょうか。ゴドックスの SL60W という LED ライトとソフトボックスの紹介でした。まあ、ライティングにそこまでお金はかけたくないけどもう少し綺麗な映像を撮りたいっていう方にはバッチリな機材なんじゃないでしょうか。私も大変気に入りました。これからもっと勉強してもっと綺麗な映像をね撮っていきたいと思います。今回の動画気に入っていただけた方はぜひいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。